殿様ガエル、アマガエル、カエルにいろいろあるけれど、この世で一匹平面ガエルのピョン吉様はピョンピョンピョンとは鳴かないで、根性根性と根性泣いて笑って喧嘩して、憎いよこのど根性ガエル、どっこい生きてるシャツの中。この寿司はうまいんだ、担当上がりよ、うん、ありがとうよ。でももうお腹いっぱい、こんな高校息子持って日本一幸せもんだよ。私当たり前じゃないか、久しぶりに会ったんだもん。気泣かせるね、見せつけるじゃねえか。このやれよ、おめさんはげのに、さあ食いね食いね、あっしも宝寿司の梅三郎だ。おめさんの親孝行に免って今日のところあっしのおごりで。するとこれ全部ただ？当たり前よ、遠慮はいらねえ。いただきます。そうそう、泣くほど感激してもらうことはね、ほんの梅の心づくしよ。ないから、聞いた聞いた、いけね、張り切りすぎてサビを聞かしすぎたぜ。はい、だれ、またどうぞ。いいもんだね、親子水入らずってな。きしゃめ、あっしも親子子がしてみてや。おさ、遠慮せずにおぶされな。梅三郎や、すまないね。何言ってんだな、これからもううんと親孝行すっからね。おっかさん、でもこんなに軽くなっちゃって、それにまあこの詩は苦労したんですね。えっ、うん、いっ、失礼ね、私はまだそんなおばあちゃんじゃあります。もう絶好よ。まずいところに吉子先生はいたな。それにしてもあっしのおっかさん、本当に死んじまってるんですかい、それとも生きててどっかでこの梅と同じ空を見てるんでやんすか。おかちゃん、あと500円でいいからよ。今月の小遣いはもうちゃんと渡してあるんだからね。そんな固いこと言わないでさ。500円がダメならさ、300円でもいいやな、ひろし。そう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 、この際300円で手打つや。ダメと言ったらダメ。へ、これだけ頼んでもかい。チェ、親子の間柄じゃねえかよ、冷てえよ。小遣い渋って大事な息子をくれたって知らねえぞ。あたしはそんな息子持って覚えないね、勝手にくれとくれ。どけち白状ぶろ。言ったね、この出来損ないの平凡息子。鬼越してクソババア、米国武山老眼武装や下城シャーク、うん、あれうめえ。広志、おめえ大恩ある母親をクソババア呼ばれするとはなんてこったい。親孝行してえ時には親なしてだろ。親ってもらもっと大切に扱うもんだ。えらい、さすが梅さん、人間ができてるね。いて、本気でぶっ飛ばしたな梅三郎め。なんでこっちはいつものことだってのに。よっぽど虫の居所が悪かったんだな。ちくしょうめ、お袋にも逃げられちまった。ちっと、ちょっくらはお尋ねしますが、どんぐり学園にはどう行ったらいいんだべか。知らねえよ。ひろし、どんぐり学園なら知ってるじゃないか。今人に何か教える気分にはなれねえんだよ。今ったろ。あたった、もう逃がさないよ。今まったくいつもいつも店番サボって、今日は特別ジャンボ級のコブラツイストだよ。今もったやりもったやり、愛のこもったコブラツイストだ。何発でもありがたくちょうだいしてくれよ。こいつ
こいつもこの辺のガキはもう親子揃いだぜ。でもな、ああやって喧嘩できるのも親があってこそだ。くそ、おっかさん、おっかさん。何がおっかさんだ、バカ野郎。面目ねえ。おかえり、そろそろ飯の用意をしといてくんなよ。あっきゃ。はい、梅、聞いてんのか、梅。あ、梅、梅、梅、このボケ梅やろ。はいはい。はい、どこ行くんだ、梅。まだ仕事は終わっちゃいねえんだぜ。梅さんいる？え、2階だよ。なんでサボってんのか。梅さん。まあ、無理だろうな。え、どうしてさ。いや、梅の野郎な、とうとうここに来しまったらしいんだ。あ、梅。そういや、今日の梅さん様子がてんで変だったよ。それで様子を見に来たわけ。じゃあ今頃は。今頃は。まさか、外覗いてみようか。おっかさん、あっしが精魂込めて握った寿司だ。たーんと食っておくんなせい。まあまあ、おいしそうなお寿司だね、梅や。あたしはいい息子持って嬉しいや。なーに、遠慮はいらねえ。そうだ、肩なんか持ってあげましょうかね。そっか、すまないね。これずいぶん凝ってるな。まあまあ、楽にしておくんなせい。なんつったって、親子水いらずだな。いやいいや、お前も疲れてんだよ。まあまあ、いいや、てめえ、いたっていたってやろうな。僕怖い。見てね。そうだったのか。俺はまたとうとう梅さん頭に来ちまったのかと思ったよ。てやんでいい。ちったばかし親孝行の真似事がやってみたかっただけの話よ。無理もねえ。梅にしてみらよ、おっかさんの顔さえ知らずに育ったんだもんな。キソリを言ってくれるなってんだよ、旦那。母の愛こそ知らねえ俺だが、おしにゃこうして目を閉じりゃ、まぶたのおっかさんがいつだって。そうだ、そうだ。さっきのギャリッコだな。へっ、さっきはどうも、すんずれしました。もしやおばあさんは、どんぐり学園に子供を探しに。あらま、どうして知ってるだが。やい、教えろ、この、隠すだが。誰を探しに来たんだよ。20年も前にどんぐり学園に入ってたっていうことを聞いてな。年の頃は30前後だよ。見ろ、ひろし、30前後ならもしかして。そうか、梅さんもそのくらいだな。梅？その梅だ、オラの息子は梅、梅ってんだ。え？やっぱり梅さん。すっげえ、大ニュースだ。おこちとら忙しいんだよ。冗談も休み休みにしてくんねえ。冗談と違うんだってば。本当に梅さんの母さんなんだよ。おめインスタントラーメンじゃあるねえし、今さらしょっこりする。いいから来てみろよ。中じゃご対面の用意して待ってるんだよ。とにかく覗いてみなってば。からかったりしてみろ。ひでえ目に遭わせたもんでしょう。まったくあの梅さんの驚く顔が目に見えるようだね。30年近くも別れ別れなんてドラマティックだわ。ほんとほんと。な、早く抱きしめてあげなよ、梅さん。しかし信じられねえよ。じれってな、ピョン吉、夢じゃないってことを分からせてやるよ。よし、来た。ギャー。聞いた、こら本物だ。ああ、梅や梅、ほらの梅。皆様お待ちどうさんでした、梅さんの登場です。イエーイ。お
ガバガバか、おっかさんあっちだよ。そうか、どおりでハゲてると思って。ああ、梅、おらの梅かい。おっかさん、こんなに大きくなって。おっかさん、おっかさん、梅さん、本当によかったね。ち、泣かせある。そんだ、梅、尻にできあざがあっただよ。念のため見せてみて。しかし、しかしもかかしもね、ちょっくらおぴろげろ。私もこう向いてます。で、そんなもんあったかな。ちょっとだけよ、恥ずかしい恥ずかしい。あー、ない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 ねえだ、あざがねえだ。どうしてくれるだ、おらの梅じゃねえだよ。別に落としちまったわけじゃねえんだけど、どうなっちまってんだい。背中か肩の間違いじゃないの。うにゃー、ケツバタにあるだ、梅松のあざは。梅松？梅松？梅松？あしは梅三郎ってんですね。梅松？ちょいと待ってよ。梅松ね。そりゃどんぐり学園であしと同期にいたやつで。ほんや、そんならおらの梅松知ってんのけ。気を落とさないでくださいよ。その梅松は確か卒園式の3日後に急性なんとかでぽっくりと。うぇ、遅かっただか、なんで死んだだ、うめまず。落ち着いてください。気持ちはあっしにも痛いほどよくわかるす。これも何かのご縁。どうかこの梅にそのうめまつさんの代わりをさしておくんなせ、おっかさん。うめ、おらのうめや。泣かせやって、まったくね、シャツがびしょびしょ。梅松をもう一度こうしてやりたかっただよ。ねえねえよ、カラリア。梅や、いい子だから泣くんじゃねえだよ。これから町の中一回りしてやるだでな。親孝行も楽じゃねえぜ。こんなこと言って嬉しいくせに、親孝行日本一。遅刻常習犯が今朝は一体どうしたわけだ。あれだってたまには早く来るやん。どうも何か変わったことが起きなきゃいいがな。行ってくれちゃうね。ヒロシの信用も落ちるとこまで落ちてる感じだね。おはようございます。あ、おはよう、おはよう、おはよう。あー、つみつみ、道の真ん中悪いし危ないぞ。危ないっちゅうのに。てめえ、聞こえんのか。聞こえたらどうだって言うんだよ。ん、あまり見かけん顔じゃが、ちんも本校の生徒じゃろう。なら先生の言うことには素直にはいと返事をしたらどうかね。勝手に話しかけて返事もねえもんだぜ、おっさん。おっさん、なん、教室生活25年、生徒におっさん呼ばれされるとは。おっさん、いいとして興奮すると血圧が上がるぜ。と、待ちなさい。お、教師に対して何だったいと。待ちなさい。待て、中に、おー、どうぞ。大丈夫っすか、ね、先生。なんの、これしき。ああ、先生になんて面白いこと、いや、ひでえこと。その線香が勝手にひっくり返ったのよ。おい、そうだとしても一言ぐらい謝ったらどうだい。ああ、なんだよその目は。やるってのか。面白い、やったるじゃねえか。グズグズしてると遅刻だぜ。なんだあいつ。この子が今度本校に転校してきた後藤新八。前の学校から送ってきた書類を見てもかなりの問題児らしいな。町田先生もえらい目に遭いましたね。ひろし一人で大変なのにも。そういう生徒は最初一発このガチーンとやっとけば大抵おとなしくなるもんですよ。大丈夫ですの、そんな気楽なことおっしゃって。僕に任しといて。幸い今日の1時間目は僕の授業です。ファイトが湧いてきましたよ。お願いしますぞ、南先生。今日からみんなと一緒にこの2年 B 組で勉強することになった後藤新八くんだ。仲良くやってくれ。
今朝のやつだぜ、ヒロシ。こりゃまた嫌な野郎が減ってきやがったぜ。知ってるの？なんだか一癖ありそうな子ね。あるある、一癖も二癖も癖の塊が服着てるようなもんで。それじゃあ新八君、みんなに挨拶。なんだその格好は。バカモン、ポケットから手出せ。まあ一本行きなよ。あ、すまんな。バカモン、どういうつもりだ。中学生のくせにタバコ吸うのか。バカだな、俺がこんなもん吸うかよ。越してきた挨拶代わりさ。まあ遠慮なく取っておきなよ。そんじゃあんがと。おっ、ボケなすのも俺が新八だ。仲良くしてくれなんて甘ったりことは言わねえ。ただ俺のことはそっとしとけよ。怪我したくなかったらな。あー、怖い怖いね。もっとすごめ、バカタレちゃん。バカタレちゃんだぜ。ヤンキチ、おめえいいこと言うぜ。僕は最初に会った時からどうなあいつが気に食わないんだ。誰だい、俺のことをバカにしやがったのは。出てこい。へそから手突っ込んで内臓ガタガタにしてやるぜ。面白い、やってもらおうかい。てめえ、へそのカエルだな。よし、へそから手突っ込んで。ああ、さあやってもらおうじゃないの。さあさあ、カエル。突っ込むようにもカエルにはへそないな。どうしたよ、男なら口に出したら実行しなくちゃな。六代新八でした。ヤンクチのへそに手突っ込めよ。早くやれよ。どうした、高三か。残念だが今は授業中だ。喧嘩なんかする暇はねえや。な、先生。よー、カモンカモン。うん、こんな面白いこと。先生、私には授業よりも喧嘩の方が面白いとは思えません。と、あっ、あ、ヒロシ、早く席につけ。この続きは放課後。ちくしょう、もう少しであいつやり込められたのに。でもあいつかなり悪知恵が働くぜ。新八君の席はこの列の最後。さ、早く行った行った。では授業を始めるぞ。85ページからだったな。ちょっと待てよ先生。俺はこんな席は気に入らねえ。俺はどっちかって言うと前から3番目の窓際がいいんだぜ。黙れ、お前はそこだ。おとなしく座ってろい。そうかよ、おとなしくしてりゃいいんだな。相当なひねくれもんだ。反抗期ってやつかな。さて、この問題だが、あ、おとなしく聞いてやってるぜ。しかしやるな。ああ、参った参った、うん、どうですか南先生、例の新八君は。いや、強敵強敵、手強いやつですな。そういや、確か次の時間あのクラスの授業は。そう、私の英語です。頑張らなくっちゃ。いや、敵はクセモノですぞ。ふんどし締め直してかからないと舐められますからな。そうですよね、私もふんどし締め直して。ああ、そうか、そらないですね、ふんどしは。嫌ですわ。ふんどしは男の場合だ。よしこ先生、ここは一つパンティーのゴムをきつく締め直して出かけてくださいよ。これでいい。しかし難しいな、正しい日本語ってのは。いつまで言ってんのよ。なんか間違えたかな、僕。木村くん。はい。熊沢くん。はい。後藤くん。後藤新八くん。頑張らなくちゃ。新八くんってあなたね。我が子を切っての美人よしこ先生ってあんたか。結構言ってくれるじゃないの。お世辞だぜ、噂ほどじゃねえな。よくある住人並みってやつだ。そんな格好なんですか。ちゃんとお座りなさい。気にすんなよ先生、怒ると太るぜ。新八くん、まあ怒った顔って魅力的。あんにゃら、許せねえ。あ、トンボメガニが暴力を。なんだと。おまわりさん、ここは暴力教室です。おやめなさい、ヒロシ君。しかし、いいから自分の席へ戻りなさいって。悪いのはこいつなのに。格好すると泣きを見るぜ、バロ。今に見てろ。おい、消しゴム貸せよ。
説教されるぜ。お尻を的にするとは何ですか。謝りなさい。それにその格好は何ですか。あなたに注意してるのよ、新八くん。もうちょっとちゃんと聞いたらどうなの。気にしねえで続けなよ。気にします。ポケットから手を出しなさい。出してもいいのかよ。当たり前ですよ。お出しなさい。そうまで言うならしょうがねえな。ほらよ、出さないのがよかったよな。気持ち悪いもんね。我慢できねえ。やるか、ヒロシ。しまじ、しまこぶだ。ロクマンキー。うわー、ちゃー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 、食べ過ぎちゃったかな。ヒロシ、またやってしまったか。全然しっかり。こいさん、新八、もう勘弁しないぞ。やめといた方が身のためだぞ、平面バカガエル。龍吉くん頑張って。おい、新八なんかやっつけろ。俺も随分嫌われたもんだぜ。まあ慣れてるけどよ。気取るなバカ。ヒロシの敵、行くぞ。油断はできねえぜ。あいつも根性あるよ。ぴょこん、ぺたん、ぴったんこ。じゃーん、りょんきちくんが誕生してから早1年。こういうあのことしてやす。嬉しいこと、悲しいこと、いろんなことがありました。さて、来週は先輩が新しいシャツを買った。それを見たピョン吉くん、これ変だぞと思い始める。またまた巻き起こる珍騒動。ピョン吉には内緒の巻き、憎いで新八の巻き。また会うでやんす。ぴょん吉がえるわ、ど根性がえる。秋は東京でイチョウの並木、ベベベベルが鳴ってもテストは白紙。わわわさ、さどうする、どうする。
しない。